ャレンジが始まるみたいね。私から始める。トッピングが何になるのか興味があるの。すごい、このルーレット一生止まらないのかな。まあ自分で止めるからいいわ。目をつぶってやるね。わさび。何か美味しいものが良かったのに。今度はミアの番よ。私はラッキーだといいんだけどな。あ、矢印が微妙な位置に止まったら何ももらえないのかな。あ、違った、どっちももらえたわ。これでケーキがすっごく美味しくなるわ。ヌテラ大好き。でもどうしたら綺麗に塗れるかな。いいこと思いついた。何を考えたの。大工さんが使う道具が役に立つと思うわ。これで完璧。おいしそう。まだまだよ、チョコを伸ばさないと。見てなさいよ。あとはチョコを飾るだけ。包装紙を捨てたらトッピングできるわ。すごい。サイズは間違えない方がいいからちゃんと測るわ。完璧ね。これで綺麗なデコレーションができるわ。ケイトは何見てるの。わさびがあるじゃない。そうだけど匂いだって辛いのよ。でも私ならできる。わさびなんか怖くないわ。あとはわさびをきれいに塗るだけね。私にも道具が必要よ。ミア、ちょっといいかな。ヌテラが少し残ってる。できた。洗わないでミアに戻すわ。そうしたらミアのケーキがもっと美味しくなるわね。あれ、緑のチョコレート、わさびみたいね。ケイト、なんてことしてくれたの。何よ、目に入ったらどうしてくれるの。もうやめて、食べないと。ケイト大丈夫かな。幸運を祈って。どう、おいしい。私もそろそろ食べてみたいわ。すごくおいしい予感がする。やっぱりこんなにおいしいケーキ食べたことがないわ。止まらないわ。爆発的なおいしさよ。爆発的なの。私のケーキは激辛なのに。でも食べるわ。あ、やっぱり辛いわ。口が燃えちゃう、助けて。もっと食べないと。やめて、人のものを取ったから罰ゲームが待ってるわよ。これよりも最悪なことはありえないわ。間違ってたわ、卵大嫌いなの。それでいいのよ、泥棒はいけないことなんだから。卵は食べなくてもいいと思うわ。頭の上に乗せても大丈夫でしょ。あー最悪、びしょ濡れになったわ。美味しくなりそうね。ミア、何座ってるの、早く。やったー、キャンディーだ。何が当たるかな。ドッグフード。でも私って人間よ、食べないといけないのよ。私はキャンディーを満喫するわ。
ドッグフードなんか食べたことないわ。もしかしたら美味しいのかも。なかなか開けられないわ。ああ、ここから開けるのね。匂いだけで吐きそうになったわ。私のキャンディーは美味しいの。酸っぱくて最高なのよ。甘いケーキの上に乗せたらもっと良くなると思うわ。相性抜群だもの。すごく綺麗でしょ。アッサム。美味しければいいんだけどな。綺麗。酸っぱい。気に入ったわ。Could you please? ケイト、見てないでドッグフード食べて。全部出したら多すぎると思うから、手のひら一杯分でいいわよね。そう、これぐらい。ダメ、全部出して。なんでそんなに意地悪なの。これでいい。ケーキじゃなくて犬の餌になったわ。かなければいいんだけど。Oh, you. ああ、気持ち悪い。マンちゃんはどうやってこれを食べてるの？あ、こんにちは。来てくれてありがとう。餌がたくさんあるのよ。なになに？なんで犬がいるの？私、犬アレルギーなのよ。どっか行って。やっぱり意地悪なのね。犬が食べれるなら私でも食べれるわ。ああ、やっぱり無理よ。うるさいわね。私のキャンディーだって酸っぱいのよ。すごい顔ね。携帯が近くにあったら写真撮ってたのに。あ、そうだ。ミアが固まってる間に私は餌をワンちゃんにあげちゃうわ。召し上がれ。また犬がいるの？ケイト、またルールを破ったのね。自分で食べないといけないのよ。罰ゲームルーレットを回さないと。やめて。ダメよ。仕方ないか。メイクが台無しになるわ。楽しくなるわよ。あ、早く顔を洗いたいわ。すごく似合ってると思うわ。やめて。おばあちゃん、集中して。第一ラウンドではコカ・コーラ味のゼリーが食べたい。楽勝ね。ゼリー作ったことなんかないわ。何から始めるかいいアイデアがあるの。もちろんまずはコーラを用意しないとね。作業の段階から凄さを発揮しないと。完璧かな。数滴飛んじゃったけど。来なさい。お行儀悪いわよ。コーラはこんなにいらない。最高な方法で処理しちゃおうっと。そして私のゲップ。あらら、本当にお行儀が悪いわね。コーラにキャンディーを入れたらもっと美味しく、そして可愛くなるわよ。今度はコーンシロップを入れないとね。これでコーラがゼリー状になるのよ。あとはよく振るだけ。あ、コーンシロップってこんなにベトベトしてるの？もう、なんなのよ。剥がれない。ビッキーのお菓子が出来上がらないじゃないの。あと少しよ。うまくいったわ。私のゼリーはあと少しでできるわよ。あとはもっと美味しいゼリーになるために凍らせるだけ。できた。すごく難しいわね。一番美味しいゼリーは凍らせた蜂蜜だと思うわ。いいアイデアでしょ。変なこと考えるわね。本物のゼリーの作り方を見せてあげるわ。
まずはコーラをお鍋に入れるの。コーラ味のグミも忘れないでね。ゼリーがもっともっと美味しくなるのよ。ガチャ。これは隠し味。ゼリーがキラキラになるの。あとはよく混ぜるだけ。ゼリー状になったらボトルに注ぐわよ。こんな感じ。最後に冷ますわよ。Okay. 液体窒素で冷ますのが一番手っ取り早いわね。数秒待つだけで冷めるのよ。良い子のみんなは大人がいない時に液体窒素に近づかないでね。できた。リッキー、今日の優勝者を選びなさい。どれから始めようかな。全部美味しそうなの。まずはおばあちゃんのからにしようっと。普通の蜂蜜みたい。今度はシェフの番ね。綺麗だけど、なんでこんなにキラキラしてるの？残るは汁だけね。すっごく美味しい。文句なしの優勝者は汁よ。やった！頑張った甲斐があるわ。これは何？ワッフルを作るためにいる道具。このラウンドではワッフルを焼いてね。了解。ワッフル？どうやって作るの？ワッフルは私の得意料理よ。私の孫の好みなら私が一番よく知ってるの。まずは生地を作らないとね。小麦粉に卵、そしてバター、砂糖と牛乳も必須よ。この牛乳は本当に美味しいの。生地はあと少しで出来上がるわ。すごい速度でしょ。そう、私のマシーンの方がパパッと生地を作るわよ。なんてことなの、急がないと。一番美味しいワッフルを作るわ。私の方が早く終わるわ。本当にそうかしら。私の方はもうできてるわよ。あとは生地を分けて色をつけるだけ。着色料をつけるわよ。色がついたわ。これで焼けるわね。カラフルな生地でカラフルなワッフルができるの。おいしい。自分でも食べたいの。シェフである私と勝負ができるとでも思ってるの？いいえ、私のレインボーワッフルはできたわよ。あとはきれいに提供しないとね。黒いお皿を用意するわ。白いホイップクリームは雲。カラフルなトッピングもちょうど合うわね。 OK。 より一層きれいになったわ。私の孫が大好きなのは私のワッフルなのよ。もうできたわ。アイスクリームとベリーで飾り付けをしましょう。暑い日にぴったりなデザートね。メープルシロップもかけようかしら。ジルのワッフルはどこ？心配しないで、また作るわ。生地がもうないんだけど。でも大丈夫、リュックの中に何か入ってるはずよ。ミニちゃん、こんなところにいたの？あった、麺よ。これで新しいワッフルを作るの。ここに入れて、ほらできた。美味しそうでしょ。私はそんなの食べたくないわ。それはビッキーに聞いてみましょう。これは何？こんなの初めて見る。美味しければいいな。食べてみるわ。うわぁ、まずい。食べたことのない味よ。おばあちゃんは私の大好きなワッフルを作ってくれたんだ。
私のことを思って作ったんだよね。ありがとう。すっごく美味しいよ。ゴー！あー、シェフは芸術作品を作ったみたい。すっごく美味しいよ。でも、おばあちゃんのワッフルが一番美味しいかな。子供の時からの大好物なの。おめでとう。私なら勝てるって知ってたわ。今度は何かしら？ドーナツが食べたい。喜ばせてくれる？ドーナツならすぐに作れるわ。私は美味しく作るわ。美味しいって？ヌテラは最高よね。え、もう始めるの？ごめんなさい、つい夢中になっちゃって。でも準備ならできてるわよ。まずはオレオを細かく細かく刻まないと。じゃーん、粉々になったオレオはヌテラに混ぜるの。味見ができるから料理が大好きなのよね。あー、美味しい。あとは出来上がったペーストをこのドーナツメーカーに入れるだけ。すごい。 I've got it. どこかしら？あったわ。ありがとう。型に流して待つわ。遅いわね。私のミニドーナツはできたわよ。半分に切って中にシロップを塗っていくの。ほら見てて。あと少しで完成よ。ドーナツのコーティングはマシュマロペーストにするの。袋に詰めてこの穴から出していくわよ。すっごく簡単だし、美味しく出来上がるの。そして最後はトッピング。トッピングがあった方が美味しいでしょ。あっという間に最高傑作ができたわよ。羨ましい？いいえ、私のドーナツだってできたのよ。あとはシュガーパウダーをかけるだけ。あら、ジル、ごめんなさい。さ、できたわよ。私まで食べたくなっちゃった。ビッキーのために我慢よ、我慢。自分のドーナツがあるでしょ。そうだった。見て、美味しそうでしょ。ナイス。素敵。上からヌテラを塗ったの。ビッキー、そろそろ優勝者を選んだら。一番綺麗なのはシェフのドーナツだから、初めに食べるね。綺麗だし、すっごく美味しい。次はおばあちゃんの。美味しいけど、なんだか普通ね。もっとすごいと思ってた。ジルのドーナツには期待してるよ。チョコレートで気に入った。でも、一番美味しかったのはシェフのドーナツかな。おめでとう。やっと私の実力が評価されたのね。